さあ始まりました、オネスト TV。 ということで、伊藤さん、今日はですね、はい、キッチンに来てますよ。じゃん、ハマりましたね。ハマったよね。先日伊藤さんからいただきました、うん、まあ伊藤さんからいただいたって、そう、ね、未だに俺まずっと引っかかっちゃって、ずっと引っかかっちゃって、ま、前に進めてないやっていきますよ、ヘルシオを使って。ほう、まずは理想の、はい、毎日でもこんな朝食食いたいっていう朝食作りませんか。おお、いいですよね、それ。以前あの買ったもの紹介で、はい、私が熱弁していたアーミキュラのフライパン、あれ以降も使ってますよ、ちゃんと。おお、これでね、あの目玉焼きとかベーコンとか焼いちゃったりして、いいですね。あとこの食パンよ、これ気になってたのよ。いい匂い、ここでも分かる。もはや香りの暴力。確かに香りでぶん殴られた。香りでぶん殴られた。毎日夕方ぐらいに売り切れちゃうと言われて、あの野上っていうめちゃめちゃ美味しい食パンのお店ってあるじゃない。うんうん、出てる出てる。はい、まあもう本当に野上さんその一つでめちゃくちゃ有名です。これをだから焼いて、うん、その間にだから結構すぐできちゃうと思うんだよね。うん、行きましょう。じゃあ行こうか。はい、まずはベーコン切りましょう。おお、薄めに切っていくか。はい、これなんか切るの上手くなってきてるね心なしか。あ、そうだった、あ、そうだった。視聴者の皆さんに教えてもらったことあったんだった、はい、濡れ布巾を下に引くといいですよって言われたの、うん、これでしょ。いや、マジでほら、もう微動だにせん。オネストクッキングに関しては、うん、もう皆さんのコメント欄のアドバイスを、うん、元にどんどん改善していきましょう。どんどん改善していこう、うん、うわー、こうなってくる。 何を狙ってる。どういう風に想定したの。いろんなサイズの違うよ。ベーコンができてきたけど、ベーコンってこんなにジャジャマな食材まあ、ベーコンはこんな感じでいいでしょう。はい、俺ね、この順番を大事にしたい男なんだよ。ああ、そうだね。要は全部があったかい状態。そう、うん、ただこれはフライが一つしかないから、あー、ベーコンを焼きながら横で卵いくか。おお、頼むよ。トーストも一緒にやっちゃいたい。ああ、じゃあもうセッティングだけしておいて、うん、全部と同時のタイミングを狙うと。そういうこと。うーわ、贅沢。わっ、そう、ほんと柔らかい。あ、そう、マジでここがふわふわもちもちなのがもう伝わってくる。おお、蓋開けずに匂いかがね。ベーコンからいってみたいと思いますよ。おお、はい、オリーブオイルです。ん、うわっ、うわっ、熱いものと薄いものの、その出来上がりのタイミングを合わせたいんですよね。なるほど、うん、成功になってきたね、料理するときはやっぱり。今はそうですね、食材と、はい、あの向き合ってるっていう意味では敬意を払ってる。リスペクトがあるんだな、やっぱり。まあそうですね、はい。あとあと自分の首を絞めるってことは、うん、まあそうですね。ですよね。ちょっとリクエストのカリカリ感も少し。いや、そうそう、だから今カリカリに仕上げようと思って。おお。てかさ、これすごいんだね、ベーコンって。こんなにベーコンから油出るんだね。あ、もしかしてこれがこのフライパンのすごいところでもあるんでしょう。違うかもしれない。そうかもしれないし、違うかもしれない。たまたま脂身の多いベーコンだったかもしれないっていうだけの話かもしれない。この話自体が無駄かもしれない。そろそろこうなんだ。そうなの、このバランスが大事になってくる。バランス大事よね。卵のセッティングがまだだからな。だから卵をここでやっちゃうのは違うな。肉の味がついちゃう。なるほど。でもなんかこれもうまそうっちゃうまそうだけど。そうだな。これを半分こういってこっちに避けて、ここで卵いこうよ。それだな、うん、それだよな、うん、今俺正解出したね。正解だ。あんなに正解がないって言われてたフライパン事情に、ここで金字塔、金字塔打ちたから。どうすると、あ、オーケー、で、スタートしよう。いいのか、初のヘルシオで、この間に卵いきます。これ脂身はいい、これもう丸ごといい油、そのままでいい。この油すらも卵に吸わせちゃいます。味方にする、味方にする。いやいや、いいんじゃない、いいんじゃない。
めちゃめちゃうまそうではある。行こうか。前回もそうだけど違うのよ。よく出るよね。よく出るのよこの子。この塊で出ちゃうのよ。火の通り方。お、あ、トーストが残り2分半ね。でもさ、超今神タイミングかも。そうだね。だってあとちょうど2分半ぐらいよ。うんうん。これ蓋したいな。蓋してー。あ、これ蓋出てんの？出てんのよ。ああ、そう。でも俺蓋なし買っちゃったの。ああ。蓋がない人はこうこうしますみたいなのあんのかな。ああ、ぜひコメントで。ね。蓋がない時は、うん、あ、こうするといいですよ。ね、落とし蓋的ななんかあのキッチンペーパーみたいな。ああ、それだけで、ね。それが一個が追いかぶさるから。身をテイスで。身をテイス。ちょっと待った。おや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 。あらら、あ、強さゆえ、強さゆえ。あ、あ、あ、でも大丈夫か。大丈夫。油に使われたベーコンの。行くか。どうだ。この黄身で行くか。ベーコンから行くか。順番。ベーコンから先。そうだな、そうだな。これさ、はい。いいよ。うまそうすぎる。そう。絶対これ蓋だったよ。うん。蓋だってことがわかる俺。ちょっと何が起きてる？今何が起きてる？今何が起きてるか教えてもらっていい？浮世絵が出てきた。なんだこれ。一回お皿に乗っけて。一回お皿に乗っけて。ほらほら。ああ、もうヘルシオの催促が。ヘルシオがもう。毎日電話かかってくるんだよ。はいはいはい。ちょっと待って。あれ、思ってたのとちゃうな。俺目玉焼きこんな下手？ね。待ってくれ。今判断しないで。いや、そうかそうか。最後ゴリッ。そりゃそうだよね。最後ゴリッと持っていくのが俺だから。そうだよ。ヘルシオからの資格。はい、ヘルシオトースト。いいじゃない。あらら、どうですか、かろうじて土俵際でギリ耐えたな。はいはい、出来上がりましたよ。じゃあ持ってきましょうか。持っていこうか。 OK、 行こう。ゆこさん、出来上がりましたね。うん。いや、なんだかんだドタバタではあったけど、いろいろありましたが、うん、お皿に盛り付けた感じでいくと、うん、なんとか不時着。不時着か、うん、朝の不時着。朝の不時着。いいんだよ、不時着は着中してんだから。そうだね、生きてんだもんね、うん、俺、うん、じゃあいただこうか。いただこう。カリカリのベーコンはちゃんとカリカリに仕上がってくれてんのかな。ベーコンを焼いただけだからな、さすがに。うめえな。やっぱあのフライパンかも。うん。どうですか、そしてこの初めてのヘルシオさん。ね、これはもう地層じゃ。これはに関してはもうなおちゃんの力が一個も入ってない。うん、まあまあまあ、ボタンを押した。まあな、ボタン一つでここまでたどり着けんだよ。そうだな、うん、じゃあちょっと問題作。うん、俺の目玉焼きっていう。おお、うん、俺のシリーズ。うんうん。これ食べていいやつだよ。だよね。焦げがすごい。あの魚焼いた時のあのグリルの、うん、あのあそこについた焦げ食べてる。それを食べた。一回パンで。危ねえ。危ねえ。下バカになるとこだった。ちょっとこれはまた、あの、リベンジします。うん。ただ、トータルでこの朝ごはんは上がるね。まあね。うん。以上、理想の朝飯作ってみたでした。ありがとうございました。